はい、えー、ごめんなさい。ちょっと、たまにやって真面目に、はははは。真面目にね、あの、ちょっと、うん、動画も撮らないのから。こちらね、あの、ね、144分の1の、え脱線したらかんで、脱線したらかんで、ね、脱線したらかん,らかん、えー、ゼータガンダムなんですけどね、当時ものです、これ。はい。なんとね、えー、これがね、なんと、定価で売っておりまして、びっくりしたよ、ゼータガンダム。 つい最近なんか100分の1でずっと追いかけてたのに今度は144やねんこれであのー、まあこれね日本サンダイズと書いてあるパッケージなんで、えー、当時のゼータガンダムなたんですよでもうちょっと脱線したら困るからああちょっと巻きでいきましょうでシリーズが13番ねでこんな感じです500円と書いてあって で、バーコードはね、85年なんで、バーコードはもうついてます。ついてます、ついてます。で、これね、うん ST マークがついてんのがちょっと古いなのかな、おもちゃにしては。これ。で、中身がね、えー、こんな感じなんですよ。これ見たことない人がいてるんですよ、平成生まれの人は。平成生まれの人やったら、このね、古いあのタイプの、 えー、ゼータガンダムを見たことない人がいてるはずやねこれ。これがね、当時、放送当時に売ってたゼータガンダムです。500円で。ちなみにですけど、えー、変形はしません。僕 <laughs> <laughs> また言い出した方と、ま、ちょっと違うとこ行くからまたあれけどね。こんな感じなんですよ。ほら。ほら、ビームサーベル持っててね。 言っとくけど今みたいにあの透明なビームサーブランがついてないよ当たり前やけどうんこれでゼータガンダムの頃はねあのガンダムカラーはなかったな軍勢はガンダムカラーは出してなかった出してなかったうんなかったなうんでこんな感じ間にね機体説明が入ってんのよ ここに、ほら。もう当時はね、これ、これが情報源やねんて。僕らの情報源。あの、紙、紙ベースや。インターネットなんかないから。<laughs> こっから脱線すんねん、ないぞ。インターネットないから、この紙に書いてあることが全てやねんて。で、これをね、えー、まあ、子供たちやな。僕らも子供やったから、子供たちは、これを、 いかにね、覚えてるかっていうのが、まあ学校でいう、まああの、マウントやな、今で言う。学校で、えー、まあ例えばゼータガンダムに俺は詳しいねん。ゼータガンダム詳しいでとかっていう、一つのバロメーターがこういうところにあるねんのよ。これ。だから、あの、僕らやったらまあ一年戦争のガンダムぐらいのブームが、小学校4年生ぐらいやってんな。あの、ガンダムブームって言われる頃があったんが、 小学校4年生ぐらいやったと思う、確か。で、その前にやったのが、えー、あの、スーパーカーブームや。小学校2年生ぐらいの時やったと思うけど、スーパーカーブームっていうのがあって。で、あのー、スーパーカーブームがあった後、えー、ガンダムブームがあって。で、その前後やね、どっちかやね、前,前やったか後ろやったかと思うやんけどね、あの、ニンテンドーやな。ゲームウォッチってやつやな。 ゲームウォッチが出た頃も、やっぱブームになんねん。ゲーム。ゲームセン、その当時、僕らの時のゲームっていうのは、ゲームセンターに行かなあかんねん。ゲームするんねやったら。ゲームセンターに行かなあかんねん。で、当時あったんが、あの、ま、あこれ歴史、歴史っていうか、あの、ね、自信屋さんたまにあるけど、あの、えーまあ、僕らもゲームセンター行ってゲームやってたゲームとしたら、 あったんがあのブロック崩しやなブロック崩しやピーンってきてあの棒みたいなやつに当てたら反射してあのー、画面消していくあのブロック崩しかあと、えー、インベーダーゲームやなインベーダーであとインベーダーのあとやったらそうやなあーパックマンとか <laughs> 懐かしいなパックマンとかあとちょっと時期がずれるけど えデ、ー、ィグダグとかであと平安京エイリアン懐かしいな40年ぶりぐらいに言うたわ平安京エイリアンとかあとちょっと時代はさらに進むんやけどえー、ゼビウスとかギャラガとかがゲームセンターからなんねそれがねあのー、任天堂やな それまでのニンテンドー、あもう、もういきなりデータがあんの、それだよ今その。その当時のニンテンドーって言ったら、トランプと花札しか作ってなかった会社やったんでニンテンドーは。そのニンテンドーが、花札とかトランプしか作ってないニンテンドーが、あの、ファミコン出して、ファミコン出して、それがすっごい売れて、その前にもね、 あのゲ,ームゲーム機みたいなやつあったのよテレビのゲーム機が出てたんやけどやっぱりねファミコンはすごかったで、うん、当時ねあの任天堂がファミコン売れた頃ってあれニュースでやってた今でも言ってるけどね、あのー、80年代82年か3年4年5年ぐらいの間ぐらいでファミコンが出て爆発的に売れんねんけどあのー ファミコンの利益だけでやで。ニンテンドーのファミコンの利益だけで、ニンテンドーがね、もう仕事しなくても、ニンテンドーっていう会社は、仕事しなくても、100年、150年ぐらい、あの、もう、持つぐらいの利益が出たらしいねファミコンで、ファミリーコンピューターで。で、そっからやん。あの、子供たちの、ちょっと、だいぶそれようにするけどね。 子供たちの遊びが変わっていったのがその頃からね外で遊べへん子供が出てきてんな。それまでの子供の娯楽って言ったら、男の子やったら、えー、まあ、漫画、テレビ、漫画、テレビ、で、あと、ゲーム、で、プラモデルぐらいや。うん。どれかや。うん。ぜいな。 だからね、あの時代の流れっていうのがあるとしたらね、えー、スーパーカーブーム、スーパーカーブーム、えー、やっぱり、ね、ガンダムブームで、えー、ガンダムブームから、ニンテンドーがファミコンが出たぐらいからあの、趣味の、趣味っていうか遊びの時間が、 えー、インドア派な子どもが出たんがファミコンの影響や。うん、んでプラモデル作ってる子どもたちも一気にファミコンやな、うん、なっていったんや。うん、これ絶対あんな遅いなこれ。 この『ゼータ・ガンダム』の当時だからあなんかね、えー、僕の認識ではね、えー、ガンダムがあって翌年イデオンやっててイデオン全く見てないほぼ見てない見たことないねイデオンでイデオンじゃなくって僕らはねイデオンじゃなくってガンダムテレビでやってガンダムの翌年やなガンダムの翌年ぐらいから徐々に再放送で数字が ガンダムでね、本放送はそんなに人気なかったはずやねん。学校でもそんなにガンダムがどうとか言う人いなかったんやけど、あの、再放送をやたらとやってて、どんどんブームに火がついていったんが、まあ、翌年ぐらいからかな。で、結局、あの、ガンダムのブームが遅れてきたから、イデオンが干されたみたいな感じなんねんな。ガンダムブームが1年遅れたせいで、あのー、 イディオンが全く青島が出してたんけどさっぱりやってん。で、劇場版の映画でな長蛇の列が並んだりとか80年、81年、82年ぐらいの間やったら、えー、宇宙戦艦ヤマトでガンダムで、えー、銀河鉄道9 9とかが映画化になんねんな。で、えー、83年になったら えー、超時空要塞マクロスの劇場版や映画館がみんなやりんみんめや言うて <laughs> で結局サンライズやなあの当時はねバンダイとサンライズは分けなあかんねんアニメはサンライズで プラモデルを作らせてもらってんのがバンダイやってん。逆転すんねんけど、あのー、サンライズがアニメを作って、プラモデルを作ってんのがバンダイ。おもちゃは、例えばクローバーとかね、タカトクとかがあんねんけど、別やねん、全く。今はバンダイの子会社なんて思ってるけどし、サンライズっていう名前がなくなったから寂しいなとは言っててんけど、うーん 別やねん。で、ゼータガンダムってなった時も、ゼータガンダムも、正直やけどあ、月間ニュータイプが発刊されて、みんなが、えガンダムまたやんのんもう劇場版で終わったやんって。こう、半分ぐらいからみんな思ってたやん。ゼータガンダムやらんでも、もう一年戦争終わったやんって言って。一年戦争終わったやん。 いや、今度新しいガンダムやるらしいで。で、あのー、ゼータガンダムがね、ちょっとおかしいなと思うのが、あのー、やっぱりね、えー、主役が神指団っていう女の男の子がね、神指団が出たことと、クアトロ・バジーナっていう名前を名乗ってんねやんか。クアトロ・タイとかってやってんねんけど、 あの、エンディングテロップの声優さんのとこには、ね、クワトロバジーナーって、あの、ゼータガンダムの中で言ってんねんけど、エンディングテロップにはね、シャーズナブルって書いてあんねん <laughs> 池田秀一さんで <laughs>。あれって未だに謎なんよな。なんか、クワトロ対とかってテレビでやってんねんけど、エンディングテロップはシャーズナブルって書いてあんねんな <laughs>。池田秀一さんのとこに <laughs>。うん いまだに謎やねんな。ほんで、その、このゼータガンダムが、ゼータガンダムが、なんで変形しなあかんのか。ゼータガンダムがなんで変形しなあかんのか。これね、例えばね、えー、一年戦争をやってたガンダムやな。一年戦争をやってたガンダムは、あのー、最初は、あー やっぱりテレビアニメ雑誌はガンダムを褒めたいんやけど売り上げ的に、えー、おもちゃ会社やなタカトクとかクローバーはそんなに古えんかってんで新しいやつなんか出せよとかってやって富野さんもなんかまあまあ記録として残ってんねんけど富野さんは、えー、ガンダムはじっくりやりたかってんけどスポンサーがうるさいからスポンサーがうるさいから えー、なんか出せよって言われて、えー、ザックだけじゃなくって、えー、まあグフとかねであのあとひどかったんがあの辺からひどかってんあのオデッサぐらいからやなランバラルがグフ乗った後あのグフの量産型が出てきてであのトリプルドムって言ってドムが出てきてで黒い3年生が出てきたけど えー、終わった後と、えー、ベルファストに行って「えー、ゴック」えー、次は「ズゴック」とかが出だしたぐらいから毎週何かが出てくるみたいな頃があんねんな「グラブロ」とか「であのアッカイ」とか「ジム」とかがいっぱい出てきたしてであの明らかに商売の匂いがあのプンプンするようになってきてで富野さんも「 なあの数字がまあまあ良かったから結果として、えー、スポンサーの受けは悪かったけどえー、まあ富野さんがニュータイプロンを唱えるようなハハハトミニヨさんのニュータイプロンやんニュータイプロンっていうところに使ってしまってであのモビルアーマーがあのシャアが乗ったザンジバルから出てくるのがあの ビグロ、えー、ザクレロ、でそのうち、えー、あれ、あのー、ブラウブロとかビグロあビグザムとかで、えー、とかが出たりとかして、えー、エルメスやなとかが出たりとかして、でゲルググ、えー、とかギャン、リックドムとかってなって、こうジオングまで行くんやん。うん ゼータガンダムは厳しかったな。うん。だから、商売の匂いが、すごく商売の匂いがする、商売の匂いがすごいするアニメではあったな。うん。でも、あの、ゼータガンダムの変形がね、ゼータガンダムの変形が、あの、あの、安物のブラウンカウンテレビでは、ブラウンカウンのテレビでは、えー、ゼータガンダムの変形が、 どうすんのか分からへんかったやんっていうのはねその前にあのやってるやつでたっぷり売ってるからそっちを見ていただいたとしたやで当時はこれが、えー、設定の全てやこれねこんなんやってゼータガンダムこれは決定校やな、うん、僕らの方はねあのゼータガンダムっていうのはちょっと顔がね ちょっとふっくらした方、ふっくらした顔のゼータガンダムがやってんけどな。で、これもね、ゼータガンダムのこの顔は、当時賛否をやっぱり巻き起こしたゼータ顔って言われるやつでな。で、あの、ガンダムマーク2は、ガンダムマーク2は、あの、ガンダムの顔やねんけど、で、ゼータガンダムのこの顔があんまり嫌いやっていう人が結構、ゼータガンダムあんま好きじゃないねっていう人がおったから、 えー、ダブルゼータになったときに、ダブルゼータのときに、あのまたガンダム川に戻んねんな。ガンダム川に戻んねん。うん、ゼータガンダム、ダブルゼータってどっちかといえばガンダム川やねんな。うん、これ。それとあと、ゼータガンダムであったのはね、えー、アムドレイが出てきたりすんねんな。いや数字のためにやると思うけど。だからクアトロバジーナ シャーズナブルだけやったら、ちょっとこうね、盛り上がれへんからって言って、えー、まずはブライトさんが出てきて、<laughs> ブライトさんが出てきて、で、ミライさんが出てきて、で、あと、アムロ・レイが、ハヤトと一緒に出てきて、で、カイシデンが出てきたりとかして、すんねんけど、うーん、まあいなあっていうところで、結局。 ゼータガンダムな今ないんだからね、僕らもね、ゼータガンダムってどうなってんのって仕組みがね、当時分かれへんもん、ゼータガンダムが。どうやって変形するのみたいな、これ。これ。うん。みたいなところっすよ。まあ、プラモデルはこんな感じなんですけどね、二色成型。で、あの、MSV やなモル、モビルスーツバリエーションの流れを組むんで、 えー、なんとポリキャップがついてる。ね。で、あと、この、売上カードがついてんねんこれな。結構、光年までついてんねん。で、ポリキャップがあって、で、あと、これ。ね。えー、まあまあ、変形はしないねんけど、まあ、当時のプラモデルは、色を塗ることが当然やったからっていうのかな。色を塗ることが当然やったんで、 こんなな風になるとで、まあ、ガンダムとの違いは何やって言われたら、富野石之さんのニュータイプ論っていうのがあんまりここに出ないねんな、ゼータ・ガンダムは。なんで出ないねんって言ったら、これは文献には書いてあるけど、富野さんいわくはガンダムはもう終わってんねやんか。ガンダムはもうね、1年戦争のガンダムで終わってんのに、あのサンライズが、 会社が厳しくなったら、ガンダムをもう一回させてくれって言って、富野さんもサンライズがしんどいんやったら、ガンダムやって言うたのに、下の根、ね、もーケンうちにやのもうガンダムガンダム言い出して、ゼータガンダムやって。でも、も富野さんが、あなんかにぼやいてる時があんねんか。ああ、もう、ゼータガンダムが始まったら、これからずーっとガンダムって名前のつく、 消費社会の一部になってしまうってガンダムが消費社会の一部になるって言っていまだにガンダムやってるのやなずっと<笑><笑>ほんでいい加減に富野さん自身がもうガンダムしない言うてんのにあの勝手にガンダムだけが一人歩きしだしたんが今やほんで富野さんもやっぱりもしかしたらあのもう一回俺は行けんねんみたいなもう一回俺も行けんねんと思ったんがあー 例えばガンダムシードやとか、もしくはああ、ターン A ガンダムやな。で、最近やったら、あのーえ、G のレコンギスタなんかも、富野さんがもしかしたらやねん、G っていう言い方はね、あんまり好きじゃないらしいねんけど、G がグラウンド地上っていうのをさせてんのか、ガンダムの G なんかっていうのが、いまだに。 トミーさんもはっきり言えんねんけど、うん、やっぱりもう一回会ってたんやろなみたいなとこで『ゼータ・ガンダム』だから新しい劇場版の『ゼータ・ガンダム』ってあの終わりが変わってるでしょ。神指弾があの普通の状態で帰ってくるって終わり方してんねんなあれが本来のトミノさんなりの決着のつけ方やったんやけどなで本当やったらね 僕はねまあ『ゼータ・ガンダム』はもうそれでいいねんけどあの逆襲のシャアやな逆襲のシャアが結局アムロとシャアはどうなってんっていうここやねんアムロとシャアがアクシズと一緒にどうなったんかっていうのが富野義行さんが決めなあかんとこねん富野義行さんがあのアムロがとかね シャアがどうなったんかっていうのをやらなあかんねんけどね、えー、今無理なんよな。先行のハサウェイとかがあるから、あのー、富野さんがアムロとシャアは生きてるって言うと、あの、ガンダム世界が崩れるし、亡くなったって言ったら、ああ、やっぱり逆襲のシャアで終わったんやっていう人が、もう燃え尽き症候群で減っていくのも困んねん、バンダイは。<laughs> バンダイって言っとくわ。なんでって言ったら、 えー、逆襲のシャー逆襲のシャーが始まった時にあのー、サンライズがあバンナイの子会社になってでとうとう、えー、サンライズの名前がなくなってしまったなあ怖い会社やでバンナイってみたいないやいやあんまり贅沢な話いけへんな <laughs> さっきねごめん1時間ぐらいあのそっちに関係ないことずっと。<laughs> ずっとやってたから、そっちのに気が入ってこうとは。また近いうちに出すわ。あのね、このね、144のね、ゼータガンダムのシリーズはね、あの、同じものが何個も安い金額、低価ぐらいで買えてるんですよ。だから、あのー、ちょっと欲しいでっていう方とか、見たいっていう方がいらっしゃったらね、ピンポイントで、このモミルスーツって言ってくれたら、出してこれんで。出してこれる。これ。はい。ということで、ゼータガンダム。 パッケージ自体見たこと初めてやっていう人がいてるはずやねんこれはいこの前のガンダムマーク2でも初めて見ましたよって言うてう人おったもんなうんだからこれじゃない Q のハイグレードも今恐ろしくプレレイになったでしょここ12年の間であんなもう売れかすやったのにな売れかすだったけど <laughs> これ